ポスティングシステムで MLB 移籍を目指すロッテ佐々木朗希投手22の挙手をめぐって米メディアの報道が加熱している。すでに佐々木はロッテの契約オファーを断った、ロッテはポスティングする方向に傾いているとの情報も飛び交う中、獲得にはドジャース、メッツ、ヤンキース、レッドソックス、ダイヤモンドバックス、フィリーズ、カージナルス、マーリンズなどが積極的と見られる。 しかし、大谷翔平、山本由伸を擁するドジャースの圧倒的優位は動かず、ドジャーブルーは、佐々木がポスティングされてドジャースと契約すれば、大谷や山本と一緒で先発ナンバーワンというプレッシャーもなく、居心地がいい場所になる。期待値が下がることは最初の数年間はプラスに働く、と最適な環境だとし、TPS は、他のどのチームよりドジャースに所属する可能性が高い。 250万ドル、約3億8600万円、近くあればこの申請にオファーを出し、ロサンゼルスに連れてくることは容易だとまで本命視し,している。そんな中、元マーリンズ社長のデビッド・サムソン氏は、ファイルテリトリーの中で彼がドジャースに入りたがっているという噂を強く耳にしている。様子を見ないといけないが、その場合は皆さん引いてください。彼はドジャース入りするだろうと発言。 佐々木のドジャースへの思いは強く、もはやた球団に諦めるよう促した。ドジャース以外は負け戦ということになるのか。